時は乱世、琉球王国に燦然と輝いた黄金孔雀城も今はその影だにもなく、ただ荒れ狂う怒涛の彼方に妖運いたずらに渦巻くのみ。父上、私はこの守り方の生まれながらに持っています。いかにも貴様は孔雀城の生き残りじゃ。この権太夫の子ではない。20年昔、黄金孔雀城はこの権太夫が滅ぼしたのだ。権太夫、その方もやがては一国の主。何、後ろにはわしがついておる。わしは天下の執権じゃ。父と信じた人は敵だった。その上私から孔雀の剣を奪った。私はどうすればよいのだ。礼あらば聞け。私は生まれながらに勾玉を持っている孔雀城の医師龍一丸だ。兄と妹を探し出し、父の恨みを晴らさねばならん。私はこの男と争いたくなかった。まさか。へい、ひいちまん、人恋山にて待っているぞ。天狗の伊豆にかんな。へい。かくて左近と日内丸は黒冠者に助けられて人恋山へ。あなた様こそ先の将軍義経様のお子様です。このおばばはあなた様が誠の将軍のお子にふさわしく正しく強い勇士になられる日を待っていたのでございます。そうだ、左近様の身が危なくなってきたぜ。男女を狙う黒冠者と権太夫を狙う日内丸か。これは大変だ。俺もこうしちゃいられねえや。権太夫の間の手は執権松永壇上を動かし、妖術をもって左近と日内丸紅菊の身辺に迫ってくる。この時その行く手を阻む正義の若武者